んこんにちは。メキシコ3日目の朝です。よく眠れたかというと全然寝れなくて、時差ボケなのでしょうか、1時間ごとに目が覚めました。エアコンがなくめちゃくちゃ暑かったせいもあります。昨日は大変な一日だったので気持ちを切り替えてレッツゴー。ホテル周辺の朝8時の風景です。歩いているだけで素敵な建築に出会います。歩いて近くにあるサンファン市場にやってきました。本日の予定は市場巡りをします。そして旅の目標、1日1タコスを頑張ります。食料品が中心の市場です。この市場、台湾とかで行っている市場とは全然違くて、なんかもう生々しい。身ぐるみ剥がされた子豚ちゃんが山盛り置いてあったりして、ちょっとギョッとします。ちょっと胸焼けがしますので逃げます。美味しい朝食を探しに来たのですが、あれ、ありました、美味しい朝食。タランチュラとサソリにしようかな。はい、すいません、冗談です。大食いの何でも食べる女に見えますが、私、虫だけはちょっと食べれません。あれ、なんか可愛いものがある。あれ、日本の白い猫じゃないかい。パーティーとかでバンバンぶったたいて、キャンディーとかお菓子が中から出てくるやつですよね。可愛い、欲しい。これ買いました。それではお次に向かいます。メキシコにもチャイナタウンがあるとのことでやってきました。まだ時間が早すぎてお店は開いていません。フルーツの屋台を発見しました。ミックスフルーツ40ペソです。約350円ぐらいです。安い。リンゴ、パパイヤ、マンゴー、スイカ、メロンのミックスです。フルーツは全部甘くて美味しかったんですけど、いかんせんぬるくて、冷えてたらもっと美味しいんだけどなと思いました。食べ歩きをしていたら美味しそうなお店を発見。混んでいたのですが、ちょうど入れ違いで座れました。よくわからないので全部 C と言ってうなずいて作ってもらいます。皮の色が緑色をしています。どれどれ、中をちょっと開けてみます。うわ、美味しそう。それではいただきます。これね、すっごく美味しかったです。例えるとピザの具を少しスパイシーにしたトマト味が強めのジューシーな味です。これはタコスなのかな。向こう、これ猫、お店の方もみんな親切でフレンドリーで、お客さんもみんな笑顔の素敵なフレンドリーばかり。もう一つ食べたかったのですが我慢します。大満足の朝食でした。そして近くにありますベジャスアルテス宮殿にやってきました。とても豪華な建物です。中には入りません。次に行きます。道を歩いているだけで所々に素敵な建物があります。シウダ寺市場にやってきました。迷子にならないように地図でチェック。よっしゃ、買い物するぞーと意気込んできましたが、まだ時間が早かったようで開いてない店が結構ありました。そうそう、今回これが欲しかったんですよ。
なんともゆるかわいいぬいぐるみアニマリーと先住民の職人さんたちの手作りのぬいぐるみです。寄せばいいのに一番手前の店で買ってしまい、後ですんごいかわいい店がいっぱい出てきました。お値段は店によってまちまちで、日本で買うよりは安く買えます。悪いお店だと2倍ぐらいの値段をふっかけてきます。お手洗いは有料です。いくらだったか忘れました、ごめんなさい。とっても綺麗で安心です。オラグラシアス。ルちゃんのマスク、猫、次から次に可愛い店が出てきます。そこまで広い市場ではないので、一通り回ってから戻って買うのがいいと思います。やっぱり欲しくて戻って買ってしまいました。これは買わなくて後悔の一品。こちらのシウダデラ市場は伝統的な工芸品や民芸品を扱う店がたくさん集まっています。こちらの市場に来ればほとんどの土産物が揃うと思います。値段がついていないので少し不安ですが、ほとんどのお店の方は親切で英語で対応してくださいます。中にはお安くしてくれるお店もありました。雑貨が好きな女性にはたまらない市場だと思います。日陰はありますが冷房がないので、熱中症になる前に次に行きたいと思います。今日のチャレンジは地下鉄に乗ってホテルの最寄り駅まで行こうと思います。あらかじめメルカリで地下鉄のカードを購入してありましたので、窓口でチャージをして乗り込みます。なんとチャレンジ失敗です。電車乗れませんでした。地下鉄がわからなすぎていろいろな人に聞いたのですが、誰に聞いても答えが近くて諦めて歩いてホテルまで帰ります。途中サンファン市場というところに潜入しました。大きいフルーツパフェを食べてるおじさんがいて、吸い込まれて座ってしまい、同じものを注文してしまいました。スーパージャンボサイズです。それではいただきます。バナナを食べようと思ったんですけど、上に乗っかりすぎてて取れませんでした。それでは謎のフルーツ行ってみます。生まれて初めて食べる味です。甘くてねっとりしています。これなんだろう。美味しくはないです。全体的にフルーツはぬるくて、下のフルーツポンチは甘さは控えめです。フルーツポンチは85ペソ、日本円で約750円です。ごちそうさまでした。買い物で荷物がいっぱいなので、一旦ホテルに戻ります。ホテルの帰り道、タコス屋さんを発見。バストールを一つ持ち帰りでお願いしました。15ペソ約130円です。ホテルに戻ってきました。それではタコスをいただきます。トルティーヤが2枚重ねなのは何でですかね。2枚だと食べ応えがあります。安くて美味しくて大満足です。日が暮れる前に行動しましょう。早速出かけます。こちらの大通りの信号を渡るとパラソルの下にすごい長い距離の市場が続いています。基本メキシコ赤信号でも車は突っ込んできます。注意が必要です。そしていくら調べても名前が出てこない市場に潜入します。
ちらの市場は地元の方が多く訪れている市場のようです。観光客は見当たりませんでした。何でもござれの市場です。値段も書いてある店が多く良心的だなと思いました。私は先ほど言った民芸品のシウダデラ市場よりローカルなこの市場の方が面白くて好きです。ビバメヒコ。めちゃくちゃ好みのテーブルクロスが売っています。店の人は小学生ぐらいの年齢でした。今に購入します。目が合った。本日のメインイベント、謎の魔女市場に潜入します。とんでもなく怪しい禁断の呪物市場です。リモン、グアヤバ、タマリンド、マラクヤ、ピニャ。中心地にある市場とちょっと雰囲気が違います。アジア人が珍しいのかジロジロ見られました。こちらのソノラ市場はこのような大量の商品がありホールセールの市場のようです。日本の白い猫なんかもいます。このような大量のぬいぐるみの袋詰めがいっぱいです。それでは市場の中に潜入しましょう。入り口の手前の方はカラフルな生活雑貨のホールセールのお店がいっぱい並んでいます。カラフルなパーティー用のハリボテがいっぱい。お祝いやパーティーの時などに用いられることが多いピニャータ。中にはキャンディーなどのお菓子が入っていて、棒で叩いて壊すくす玉のような感じです。これは呪物じゃないのか、パーティー用のマスク屋さんかな。あれ、ここは何だろう。ここ怪しい雰囲気、チャッキーもいる。奥に行くにつれだんだん怪しい雰囲気になっていきます。だいぶ奥の方にやってきました。途中欲しいお皿があったのですが10個単位でしか買うことができず泣く泣く諦めます。やってきました。禁断の呪物市場です。謎の葉っぱがいっぱい売っています。白雪姫の魔女みたいに鍋でグツグツ煮るのでしょうか。メキシコには密教があるそうで、マントをかぶった骸骨の聖人です。手には大きな釜を持っています。ちょっとお店の方の視線が怖いのでちゃんと映ってはいませんが、惚れ薬や金持ちになるなどのいろいろな欲望が叶う媚薬が売っていました。建物の外に出てきました。本物の呪物は詳しくはないのですいません、わかりませんが、これは呪いの人形なんですかね。外のコーナーはいっぱい人形が売っています。母にですね、呪物市場に行ってきたよと人形の写真を LINE で送ったら、可愛い、欲しいとのんきなことを言ってました。母、さすがです。一体何に使うのでしょうか。なんか治安が悪そうなので暗くなる前に帰ります。帰り道にちょうど駅があったので電車で帰ります。メキシコの改札難しい。駅員さんなのか警官なのか分かりませんが、
ホテルの方向のホームを確認して乗り込みます。たまたま女性専用車両に乗ったようです。地下鉄チャレンジ完了。ホテルのある最寄り駅イザベラカトリカ駅に到着。この時は分からなかったのですが、この先の駅は理由は分かりませんが普通になっていました。あ、緊張したけど楽しかった。セブンイレブンでビールを買って帰ります。今日の反省会はマンゴービールで。メンタル回復に乾杯。美味しい。マンゴーの香りと唐辛子の辛さとなんかちょっとしょっぱい。うまい。そして反省なんですけど、一番最後に行ったソノラ市場、気楽に行っちゃいけない市場だったみたいで、過去強盗とか銃撃とかのいろいろあった市場でとても治安が悪かったところだったみたいです。反省。本日の夕飯は軽めにカップラーメン。気圧で蓋がパンパンになっています。どん兵衛です。シウダデラ市場の買い物なんですけれども、そんなに広くはないので一通り回ってから買えばよかったなと思いました。後から可愛いのが出てきてしまい後悔しました。そしてオアハカ行きの飛行機代が戻ってきそうです。トリップドットコムが頑張って交渉してくれました。大変感謝です。今日も楽しかった。4日目に続きます。